2021年3月31日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は3月最後の日ということで、この1ヶ月をぼんやりと振り返っていたので、その時思ったことをここに残したいと思います。3月は、のどかくんと一緒に作った曲を発表したり、Vlog を始めたり、こう分かりやすい動きがすごくあった月だなと思っていて、その中でも何かを発表したり、何かを動画を上げたりとかする中で、やっぱり無名なので当たり前なんですけれど、リアクションがない中、それでもなんか今月はすごく今までの中で一番こう曲についてであったり、この Vlog であったり、いろんな方から DM やコメントをいただけて、もう本当にすごく嬉しかったです。やっぱりどうしても盲目的なところで、もちろんやり続けなければいけないということは分かっているし、それを目指しているんですけれど、その中でこう誰かが見てくださっている、聞いてくださっているっていうのは本当に自分の力になっていて、そこでそれだけでも嬉しいのに、そこにコメントだったり温かい言葉を本当にかけてくださる方が多くて、それがすごく力になった1ヶ月でもありました。なので3月を振り返ってみると、いろいろ始めたり発表したりしてきたんですけれど、でもなんかすごくこの動画もやってよかったなと思いますし、のどかくんとの制作もすごい始めてみてよかったなと思っていて、なんかすごくいい時間を過ごせた気がしています。これでまた明日から4月新しい月になるんですけれど、この3月に掲げた自分の目標を叶えるために、もっともっと作品を作り続けて、それでまた発表して、とにかくいろんな方の目に触れていただけるように努力していきたいと思います。今日はそんなことを思ったので、ここに残したいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。